胞子のとは胞子をその中に形成する袋状の構造である。シダ類、コケ類、菌類などに見られる。胞子のとは胞子を形成する際にそれを内部に形成するために作られる袋状の構造である。陰化植物の様々な生物群に見られる。それぞれに胞子の性質が異なるため構造や性質は分類群によって大きく異なる。それぞれの胞子に 特定の名を持つ場合、放射能もその名を冠した名が付く。なお、放射が弁護を持って運動する場合、これを郵送子と呼ぶが、それを形成する放射能は郵送子能と呼ばれる。いずれにせよ、成熟すれば内部に少数から多数の放射を閉じ込めた袋になる。袋にはあらかじめ放射を放出する構造がある場合、袋の壁が破れる、壊れるなどによって、 方子を放出する場合などがある。例えば、仙類の胞子脳は、先端に口があり、未熟時にはその上に蓋がついており、成熟するとそれが外れて方子が放出される。他方、化壁では、胞子脳壁そのものが溶けるようにして胞子が露出する。胞子脳内部に、胞子以外の構造が発達する例もある。粘菌の場合、毛状の細胞体という、胞子脳を支持する構造がある。 胞子脳柄の延長部が胞子脳内部に伸びている場合、これを柱軸という。また、コケ類では胞子以外に紐状の細胞を生じ、これを玉糸という。これは胞子分散の役割を果たす。藻類及び菌類においては、一つの細胞の内容物が多数に分裂して胞子となる例が多く、このような場合、胞子脳は単細胞、あるいは それを支える柄を構成する細胞を含んだものから由来する場合が多い。この場合、放子脳の壁は細胞膜や細胞壁に由来するものとなる。それに対して、シダ植物、コケ植物と射軸草類では、放子脳は多細胞の構造から作られ、放子脳の壁は多数の細胞から構成される。放子脳が単独で構成されない場合もある。 例えばその柄の部分である、胞子能柄が分子をして多数の胞子能を形成する場合や、生物体のある部分に胞子能が集まって形成される場合などである。後者の場合、胞子能群などという名で呼ばれることがある。菌類においては、気質上に菌糸が集まって胞子能を形成する場合がある。放射は一般に無症生殖のためのものと考えられることが多いため、放射能は 無性生殖器官とみなされがちである。しかし、実際には、様々なものがある。例えば、ケカビメの胞子の胞子は、体細胞分裂で形成されるので、完全な無性生殖である。しかし、死だ植物の胞子は、原数分裂によって形成される。卵菌類の卵胞子は接合の結果作られる。ゴニャはいずれも単独で発芽するので、無性生殖と言えなくはないが、 明らかに、優性生殖感を構成する一部である。これらはいずれも袋状の構造の中に形成される。獅子がしらのシダ、ウッドウォーディアラドキャンズの放肆脳、フランツバウアーシダ植物門では、多くの場合、葉の裏面に一定の形に集まって、放子脳を形成する。この放子脳の集まりを放子脳群、普通はソーラスと呼び、 その形や配置は分類上重視される特徴である。また、放子脳群の上を覆う葉の一部のような白膜がある場合が多く、これを包み膜という。一部では放子脳をつける葉とつけない葉が分化する。その形がはっきりと区別できる場合、放子脳をつけるを胞葉を放子用と呼ぶ。放子用は大抵は栄養用より背が高くて細く、 ほとんど光合成をする陽心の部分を退化させている場合もある。胞子脳は柄を持っており、本体は円盤状で、側面を厚い細胞壁を持った細胞が囲む。この部分は、胞子が熟すると乾燥によって縮み、それによって、胞子脳は避け、内部の胞子を跳ね飛ばすようにして放出する。ただし、蒸気のような構造とは大きく異なる。胞子脳を持つものもある。 苔植物の放射能はツイタチと呼ばれる。苔植物は大きく3つに分かれ、ツイタチの構造はそれによって大きく異なる。仙類では、ツイタチは先端に蓋があって、蓋が落ちるとそこにある口から放射が放出される。口の周辺にはツイタチ歯と呼ばれる歯があって、放射の放出に関わっている。 コケ類ではツイタチは丸っこくて口を持たず、ツイタチの壁が裂けて胞子が放出される。ツイタチの内部には玉糸と呼ばれる紐状の細胞があり、これの運動が胞子の散布を助ける。ツノホケ類ではツイタチは棒状で裂けるようにして胞子を放出する。袋の中に胞子が形成されるのは以下の3つの場合がある。ツボカビモ接合菌類において、 体細胞分裂によって形成されるもの、接合菌類において、配偶子脳接合によって生じるもの指脳菌類において、中に、原水分裂で生じた胞子を含むものには、接合胞子脳と呼ばれる。3は、指脳と呼ばれる。一般に、菌類で、胞子脳と呼ばれるのは1の場合である。つカビび門では、胞子は弁毛を持つので、胞子脳は、有層子脳である。 金体すべてが有層指能に変化するものを全未成という。これに対し、金体の一部が有層指能になるものを分身性という。また、金体に有層指能を一つだけ生じるものを単身性、複数の有層指能を生じるものを脱身性という。多生物の細胞内に寄生するものは全未成のものが多く、有機物表面に付着して過根状菌種を伸ばすものは、 分離性で単身性か多身性である。郵送指能には円形の蓋があってそれが開くことで郵送紙を放出するものもある。接合筋に見られる放射能は主として毛かびめに見られ分類群によって様々な特殊化したものがある。そのような例として小放射能や分節放射能が挙げられる。ありがとうございます。